ショーン・アンソニー・マネアは、アメリカ合衆国インディアナ州、バナター出身のプロ野球選手、左投げ左打。MLB のオークランドアスレチックスに所属。愛称は、カンザスシティロイヤルズ参加時代に、元チームメイトだったケビン・マッカーシーが名付けたダキット。メディアによっては、ショーン・マネヤとも表記される。 2013年の MLB ドラフト一巡滅移保でカンザスシィロイヤルズから指名されプロ入り。この年は股関節の手術のため登板はなかった。2014年は参加の A 級ウィルミントンブルーロックスでプロデビューし25試合に先発登板して7勝8敗、防御率3.11146奪三振の成績を残した。2015年は故障で出遅れたが、 7月には、AA 級、ノースウエストアーカンソーナチュラルズへ昇格した。2015年7月28日に、ベン・ゾブリストとのトレードで、アーロン・ブルックスと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級、ミッドランドロックハウンズへ配属された。この年は、移籍前も合計して14試合に先発登板し、7勝1敗。 防御率2.6690奪三振の成績を残した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2016年の開幕はトリプル A 級ナッシュビルサウンズで迎え、4月29日にメジャー初昇格を果たし、25人枠入りした。同日のヒューストンアストロズ戦で先発して、メジャーデビューしたが、5回で4失点を喫した。 4試合目の登板となった5月16日のテキサスレンジャーズ戦で MLB 初勝利を挙げた。この年は返して先発ローテーションに定着し、25試合に登板、うち24試合で先発として投げた。防御率3.867勝9敗、ホイップ1.19という成績で、負け越したものの安定したピッチングを見せた。2018年4月21日の ボストンレッドソックス戦で同年の MLB で初となるノーヒットノーランを達成した。アリーグでは2015年にアストロズのマイク・ファイヤーズがドジャース相手に達成しているがアリーグ相手のノーヒッターは2015年8月12日のマリナーズ岩熊久し以来。アスレチックスでのノーヒットノーランは2010年5月9日にダラス・ブレーデンが完全試合を達成して以来。 8年ぶり12人目となった。恵まれた体格を持ち、サイドスローに近い角度から力のある速球を投げ込む。プロ入り前には、クリスセールと比べる声も出ていた。課題は健康維持と請求力向上。高校時代は、マイク・ブロソーとチームメイトだった。ありがとうございます。